J6 ニュースをご覧の皆様、こんにちは。チョークでーす。チョークでーす。J6 ニュース様、なんか5周年みたいです。はい、おめでとうございます。まあね、まあ、うちらもまあ3年ぐらい、4年やってるんで、まあまあまあ、こっからまあ追いつけ追い越せって感じで、まあ5年と言わず、10年、20年、はい、30年、40年、50年ぐらい。ボーリングさんぐらい。そう、どっちがくたばるか、くたばるまでやってやりましょうということで、よろしくお願いします。じゃあ、J6 ニュース、海外の媒体ということで、まあまあまあ、僕たちの海外、まだ行ってないんですが、まあめちゃくちゃ行きたいとは思っているので、ちょっとこれからも J6 ニュース様お世話になると思うのでよろしくお願いします。どうですかね、まあ、海外って結構メタルフェスとかめちゃくちゃ多いですけど。多いね。うん。詳しそうですね。いや、もうめちゃくちゃ YouTube で見まくってる。おぉ、じゃあどのフェスとか好きっすか？ OEF 以外とか。OEF っていうのがあるんですけど、それはまあまた O 以外で。やっぱ最近激アツはやっぱスペインでやってるレザレクションフェス。あレザレクションは熱いですね。もう数えたらあともう切りないけど、もうドイツのバッケンとかバッケンオープンエアとかね、メタルなんでいいね。出たいですな。出たいです。いやもう全然その全くもうその出れる出れない関係なしにちょっと出たいとこ言っとけば。ブラジル行きたいです。ブラジル、はい、ブラジルなんだっけ。ブラジルもね、ブラジル、インドあたりをね、これはメキシコがいいっすね。あ、いいですね。悪そうなところが。これはもうね、たくさんもう少年時代から聞いて育ってるんで、ヨーロッパのメタルを。だからやっぱヨーロッパ行きたいですね。いいっすね、うん、いや、てか行きたくないところないんで、はい、ちょっと、うん、オファーください。はい、お願いします。ということで、今年も来年も再来年もめちゃくちゃお世話になったと思うので、よろしくお願いします。お願いします。